成田空港では成田市政施行70周年記念として世界最大の旅客機と小学生らの綱引きが行われました。成田空港のエプロンエリアに集まっているのは抽選で選ばれた小学生86人とその保護者ら合わせて174人。綱を持って引いている相手は重量およそ340トン、世界最大の総2階建て旅客機エアバス A380 型機です。車輪の軸につながった綱を引きますが、ジェット機はほんのちょっとしか動きません。そこで2回目の挑戦です。みんなで力を合わせ一斉に綱を引き始めると、大きな機体は静かにゆっくり動き始め、参加者らからは大きな歓声が上がりました。人がたくさん集まれば重いものを動かせるんだなってびっくりしました。どうでした？楽しかったですか？楽しかったです。明日筋肉痛にならないか心配です。すごい楽しかったです。楽しかったですか？動くと思ってました？全然動くと思ってなかったけど、みんなで力を合わせて動かせてよかったです。このイベントは今回で26回目で、例年は9月20日の空の日の前後に行われていますが、今年は暑さに配慮しこの時期の開催となりました。